はい、ラーメンです。今日はね、ステージ作り何個か今までしてきたんですけど、動画にしてなくてボツになっちゃったやつ何個かあるんで、それのね紹介していきたいと思います。なんでボツになったのかもねちょっと含めてやっていきたいと思うんですけども、まずはい、これ2009年2月16日もう本当に9年以上前に作ったやつがあるんですけど、これなんでボツになったのか、まあ見てみましょう。3、2、1。これねなんでね、これ僕が一番最初にセコムとか意識する前に本当に作ったやつなんですよね。これゲーム&ウォッチが落ちる前にここにたどり着かないといけないっていうねやつなんですけど、まあ、ここのねミスターゲーム&ウォッチを倒さないで一周してね、一周して元いた台に戻るっていうねやつなんですよ、うん、これはねゴールがないんで、そもそも、まあ、アイデアとしては悪くないものも何個か入ってるんでもう使わせてね、いただく日もあるかもしれないんですけども、はい次、はい、セコムクッパの本気、これ1月29ですね。これはですね何だったかな、とにかくこのバグをね、一番最初やってるバグあるじゃないですか、あれを発見してめちゃめちゃね嬉しかった時にこういうステージから作ってたっていう話なんですよね。最初はクッパを倒すだけじゃなくって、まあ、ピーチのところまで行ってゴールにしようかなとか思ってたりしたやつです。はい次、2番手の恐怖、これルイージが主役のやつですね。はい、ルイージが HP50で、まあね、いつものバグを使って、ブロックの中入っていきます。これはねマリオとピーチをですね見えないところから攻撃するというですね、まあ他の動画はちょっとやったことあるかもしれないですけど、ありますね、あるんですけど、マリオだけこううまく倒してね、自分がピーチとデートをするとか、すごい八つ当たりが半端ないですね半端ないですね。で、ピーチと自分がねっていう、この頃の俺はなんか病んでたのかな。はい次、カップルがうざい2番手ということでですね、この時の俺は本当にねカップルがねうざかったんだなというふうに思います。まあ今もね本当にうざいですけど、はい、はい、リア充爆発しろをですねどうにかしてゲームでねこう発散したい時に作ったやつですね。まずポポとナナをねぶち殺していきます。そしてこれねなんでねこう見えないやつにしたのか全然わかんないんだけど、こう見えないやつにしたらね絵にならない、そもそも全然絵にならないからなんもね見てて楽しくないっていうね形です。で見えないところからリンクだけぶっ倒してですね、で姿を現してゼルダとこう掴んでね倒すっていう、はい、それだけ。はい次、2009年の1月29日に作った完全かと思われたセコム、これをねじゃあちょっとやっていきます。はい、これね、これもね見えないからやめたんですよ。見えないでしょ、はい、何個かの動画でね説明してるんですけど、このマリオの右足左足の足元にあるこのね壁と下のねこう地面のこうギリギリ交わってるところ、ここでジャンプすると壁の中に入れるっていうバグがありまして、まあ、結構おなじみなんですけど、僕にとってはねおなじみなんですけど、これをやると、まあ、壁の中に入れるんですよね。ただその代わり見えなくなると、全く見えない、どこにいるか全然わかんない、絵にならないっていう理由でやめてます。で足元に氷あるじゃないですか、氷をですねこうどんどん乗り継いでいくんですけど、この氷って、特徴があってですね、全部ですねこの氷の上に壁というかこの四角いブロックがあるとすり抜けちゃうというですね特徴がありまして、逆に1個でも空いてたりすると、ね、この氷は乗れるという風なですねバグがありまして、まあちょっと言葉で説明するよりも分かりやすくですねやっていきますね。氷今3132という順番で左から並んでます。このね1個の氷の上はね乗れないようになってるんですよ、うん、さあちょっとねやっていきます。うまくできるかなあ、氷だから滑る。ほら今見た、すり抜けちゃったんですよ。ということはですよ、ここを乗り越えて次のところまで行かないといけない。よいしょ、ここまで行かないといけないんですよ。ここまで、ここまで行かないといけない。その次はこの2つ氷、2つ分のね氷ブロック、この上にはブロックがね2つもう乗ってるんで、この氷もすり抜けちゃう、すり抜けちゃうのだから、ね、やってみるよ。こう右にね、ただクイって倒しただけ、クイって倒しただけなんだけど、ほらほらすり抜けた、イエーイはい、さあじゃあクリアしにかかっていきましょう。めちゃめちゃね簡単なんですよ。完全かと思われたセコムって言っても見た目だけなんでね、正直難しいのって。ああっわああ夢か、夢だったか。はい、というですね、そういうケースもある、そういうケースもあるということで、氷の上、透ける氷、透けない氷を学習して、あーよし、頼むで頼むで、よし、ここでジャンプして、ここでもう一回ジャンプして、透けない氷の上をそのっていくと。でここは足場がちゃんとあるんで大丈夫、乗れます。この2つは、右の2つは乗れます。でこのブロックが出ないようにして、危ない危ない、壁キックをしていくと、よしよしよし、あーさあここまで行って、ああもうさあここから、あっなんで、よしもう大丈夫だから、もうクリアできないというねことで、もう早くクリアしたかいじゃんじゃんね。よしよし、オッケーオッケーオッケー、もう頼む、もうクリアしたい、もうクリアしたい、もうクリアしたいんだって。ほら来たー、よやった、やっとクリアや。いやもう本当にね、今セコムの新しいステージを作った後に、もう自分でクリアした後に撮ってるから、今めっちゃ辛かったです。ありがとうございました。ほらーおまけ、メタナイトのバグだね。メタナイトのバグ、当時発見を嬉しすぎて取ったってことですよね。はい、ほら